完成予想図。赤色が中核商業施設。緑色が総合公園。青色が高層住宅地となっている。2008年7月頃の工事中の様子5位駅、東口開発は千葉県市原市の JR 内房線、小港鉄道線、5位駅東口周辺で開発されていた再開発事業である。歌唱は5位駅東口整備構想であった。 五井駅東口の土地区画整理事業の一環として、市原市が総合公園である、かずささらしな公園を整備し、その隣に2つの商業施設エリアを設定している。五井駅東口から約600メートルの都保県に位置し、都市交流拠点の整備構想区域内に位置づけられている。区画整理事業施行以前は、水田地帯であったため、全域がほぼ平坦な地勢を示す。 総合公園の北側には、既存公共施設である、中央図書館、勤労会館、保健センターが隣接し、また、市原市中心市街地活性化基本計画に位置付けられる、五位駅周辺の中心市街地活性化区域に近接する。周辺の道路は2007年度から2年をかけて造成、2010年度に一部開通、2012年度末に全面開通した。 前述の土地区画整理事業は、2012年6月22日解散人か、同年11月30日をもって、生産事務を含むすべての事業が決了した。商業施設エリアへの出展者については、公募型プロポーザル方式によりイオンなど11社がエントリー、先行した結果、セブンアイホールディングス参加のモール SC 開発と、ベーシアグループのカインズの2事業者が選ばれた。 建設計画建設中のアリオ市原開業中のアリオ市原店モール SC 開発は約21万5千平方メートルの敷地に地上を2階建て延べ床面積約15万8千平方メートルの複合商業施設を建設しテナントとして伊藤洋華堂カインズホームシネコン150から200の専門店などが入る予定としていた 同社の手掛ける複合商業施設としては近くに位置するアリオソガの規模を大きく上回り、同社の主力業態となるアリオの中でも最大規模の店舗となることが想定されており、当初は2007年より本着工の予定とされていた。しかし、2009年2月1日、当初予定していた2010年4月オープンが事実上困難な見通しであることが分かった。原因は、 原料の高騰に伴う事業費が増加したことや、経済情勢の急速な悪化で入居テナントが思うように集まらなかったためである。また、2009年11月になって、伊東洋華堂が5位駅西口にある伊東洋華堂市原店を2010年5月に閉店させる方針であることが判明。その上で、ショッピングモール、シネコン構想が難航していることを示唆。 伊藤洋華堂単独での開発を断念することを明らかにした。そもそも伊藤洋華堂は前日の公募プロボーザル選考の際に市原店継続を約束したことがモール SC 開発選定の一員にもなっており市原市と市原商工会議所では閉店の撤回を要求していたが要求は実らず2010年5月9日に閉店した。 当初の計画からは大幅に遅れながらも2013年10月29日にアリオ市原の開業計画が発表され2013年11月28日に開業した当初の計画より縮小された形での開業となったカインズは2009年8月に開かれた地元説明会の中で伊藤洋華堂及びモール SC 開発の動向とは別に2010年4月頃の オープンを目指していることを表明し、2010年4月6日に、カインズモール市原として開業した。2011年7月1日に開業した、ケーズ電機と、成分館書店が入店している、大和ハウスグループの大和情報サービスは、アリオ市原に隣接している敷地に、全6棟からなる、商業施設を建設していることが2019年5月に、判明。同年10月25日に、 アクロスプラザ市原さらしなとして開業した。ニトリやオートバックス、倉図紙など12店が入店している。2013年4月1日に開園した。中央図書館の隣に位置し、公園面積9万9000平方メートルの敷地に、イベント広場や遊具広場、芝生広場、集計池などが設置されている。アリオ市原に関するカテゴリー。ありがとうございます。